皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。小学校6年生の算数円の面積、今回は円の面積を求めようの2回目で応用問題になります。半径が直接出ていない場合、円の一部分の面積を求める場合です。円の面積は半径×半径 ×3.14、 この公式を使って解いていきます。次の円の面積を求めましょうと。括弧1、直径が16センチの円の面積。これ直径ですよね。直径は半径の2つ分ですね。半径の2倍ですから、まず直径16を2で割って半径を出しますと、8センチですね。これ半径ですから 8×8×3.14、 8×8×3.14、 64×3.14 ですね。これを計算すると 200.96 になります。 200.96 ですから答えは 200.96 平方センチメートルと。皆さんはね、この計算ね、しっかり筆算で計算してください。では括弧2です。今度はちょっと変わってますよ。円周が 18.84cm の円の面積。円周が分かってるんですね。円周というのは直径 ×3.14 という計算で求めました。ですから円周を 3.14 で割ると直径が出ますね。まずこの計算からやっていきましょう。この円周の 18.84 割る 3.14、 円周率で割るとこれは計算すると6になります。このことから直径が6センチということですね。これ半径じゃないのでね、直径が6センチです。ですから半径は6の半分の3ですよね。半径は3センチと分かりました。これを公式に言います。半径×半径 ×3.14、 3×3×3.14 ですね。9×3.14 となって28.26、こう答えが出ますから、面積は 28.26 平方センチメートルと、こうなるわけです。では括弧3番に行きます。同じように円周が 62.8cm の円の面積。円周は直径 ×3.14 でしたから、この 62.8 を 3.14 で割って直径を出します。 62.8 割る 3.14、 これを計算すると20になります。これは直径が20ですね。このまま使えません。半径は直径の半分ですから、20÷2、これをすると10。これは半径が10センチの円ということが分かりますね。この10センチ、この半径を公式に入れます。半径×半径 ×3.14、 10×10×3.14、 これは簡単ですよね。314、答えは314ですから、314平方センチメートルと、このように出るわけです。さて括弧4番です。円の斜線部分の面積、これを求めます。円があって、これ直径が通っていて、これ AOB は直径と書いてありますから、ここで直径なんですね。直径の上の部分に青い斜線が引いてあります。直径の下の部分は何も引いてないので、この青い部分というのは円のちょうど半分の面積になるということですね。ここでは半径4センチね、こう書いてあるので、円全体の面積 4×4×3.14
これを計算して2で割ってやればいい。半分ですからね。2で割ればいいんですよね。4×4×3.14÷2 と。この計算ですね。これは 16×3.14÷2 ですけれど、これ 16÷2 を先に計算すると 8×3.14 になりますよね。これを計算すると 25.12 となるので、この斜線部分の面積ですね、これ答え 25.12 平方センチメートルと、こうなるわけですね。今回は、円の面積を求めるのをちょっと応用、半径が直接出ていない場合、ね、円の一部分の面積を求める場合、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。